って長くて、そう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 、宮手さんになるとね、わかるわ、バーンだったらもう記憶に、うまいですね、美味しい中でも美味しい居酒屋さんかな、居酒屋さんがあって今日はねちょっとそこに行こうと思って、でその飲み屋さんの、人とか、いるんで、ちょっとディープな感じの、ちょっとなんか可愛い気なせて、今日は水島の常盤に来てます、まあ、常盤といえばそういう夜の街があるんですけど、まあ、その夜の街の中でも美味しい居酒屋さんかな、居酒屋さんがあって今日はねちょっとそこに行こうと思うんですけど、僕も何回か行ったことあるんですけど、結構の確率でその飲み屋さんの、人とか、いるんで、かなりそういう系の集まりの場所ということで、ちょっと今日は行ってみようかなかなと思うんですけど、台湾ラーメンあったんや、トムドンな。で、あそこに有名なお店、トラヤ中華料理、 A セット、 B セット、 C セットかな、そう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 今日はここじゃなくてこの先だよね、信号越えたとこかな、あの円っていうところが、なんかどれが飲食店なのか遊び場なのかわからないお店、ここですね、韓国料理園、こんばんは、うん、マドラーある、いろいろあるね、なんであっこ行くんだろうな、大臣のあの人たちが道路の反対側に、あー、ガラこの駐車場に行くんだよ、もうおすすめ行っていい、はいよ、もう全然、あー、もうじゃあこう、西立駅の方、ん？線路の方向けて1個目の交差点を左に行きたい、はい、あ、鳥鳥いいっす、なんで俺はしょっちゃうな、今日は2時じゃん、これ専用のタレ、これがいきなりポン、ポン酢みたいなやつ、はい、一匹100円もそら、そう、高っ、これちょっと、あ、そうなの、これピリ辛の、これピリ辛なんか唐揚げ、うん、すごっ、おだんご来ました、で、曲がった、うん、はい、
そう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 、こういうやつ、こういうやつで火を、居酒屋さんで、なんか変、あーなるほど、あ、美味しい、うまいですね、美味しい、週間に1回か3週間すごいね、どこ行く、はい、大丈夫ですか、可愛いって乗せて、わかりました、怖い、ちょうどびっくり、その携帯の光が反射して、お茶目な、この辺でなんかおすすめはな、なんかどっか面白いとこないって、いや、なんか どういうところがいい、いや、なんかちょっとディープな感じ、ちょっとディープな感じの、ちょっとなんか面白い感じの場所、あ、面白いやつ、何個、あ、そう、あ、まあ、場所、場所、場所、遊ぶ場所、観光地みたいな、そう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 、観光地か、観光地、僕も住んどるけど、はい、はい、ちょっと探すか、探しましょう、スナックとかだったら、ようったらあれだけど、天ぷら美味しい、あ、天ぷらの、ようったらあんま釣れんのやな、確かに、そうだな、全然いませんでした、釣れませんでした、まあ仕方ね、今日見積もり出して、あ、そうだね、はい、というわけで、おばちゃんが全然乗る気でやめてよって言われると思ったけど、全然出たい出たい出たい乗してっておばちゃんが、これ何時までやってんのかな、でもよ、いや、結構遅い時間までやってる、あ、そうなんだ、結構満席だったね、思った以上に、ご飯美味しいし、ねえ、というわけで今日は終わるけど、結構今スナックとか人多そうだね、ちょっとどうなの、あ、でもそんなに空いてる、まだ早いけど、うん、終わります、アバンスピチューブ始めました、普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン。
チャンネル登録もよろしく。